リタッチが伸びてきてるのに目立ちやすいヘアアレンジやってないですか？こんにちは。こんにちは。渡辺です。美咲です。はいはい、これ流行るんですね。いや、もう流行ります。はい、はい、今日も始まりました、美咲のヘア。はい、よろしくお願いします。お願いします。優しいな、それも。はい、で、どうも、今日は私もそうなんですけど、うん、最近カラーがするタイミングがなくて、タイミングがないだけだ。あの、そう、あの、じゃなくて、まあ、行きたいのに行けない。まあ、中にはいるよね。リタッチも伸びてきて、うん、ちょっとどうしようみたいな、なんかアレンジしても目立つっていう人いないですか、結構。いや、いるとは思いますけどね。結構、まあ、そんな感じだね、それね。なかなかね、はい、外に出れないっていう人は多いと思うので、はい、うん、リタッチが目立ちにくいアレンジを今日はちょっと紹介したいなと思ってやっていきたいと思います。わかりました。まあ、夏だしね、ちょっとまあ下ろしてるのも暑いし、はい、でもカラーしてなかったらね、伸び出たらちょっとダサいもん ね、 そうね、それをダサくなく、はい、おしゃれに見せるって感じやな。はい、美咲、はい、流で皆さんやっていきますんで、はい、よかったら参考にしてみてください。お願いします。はい、それでは動画をどうぞ。今日使うのはこちらのヘアオイルとシリコンゴムを2つとクリップタイプのヘアピン2つを使っていきます。ヘアオイルを全体にしっかりとつけた状態です。両サイド、右後ろで取り分けていきます。巻き取った髪の毛を後ろに持ってきて、後頭部よりも少し下の位置で結んでいきます。ここに空洞ができるのでくるりんぱをしていきます。くるりんぱした部分を少しほぐしていきます。ゴムの部分から2箇所ほぐします。ここのサイドの部分を引き出してしまうと形が悪くなってしまうので引き出さないでください。下の髪の毛も全部まとめていきます。ゴムでお団子にまとめていきます。この時に少し小さめにお団子を作ってください。毛先の部分をゴムに巻きつけていきます。ここでピンで留めていくんですけど、髪の毛の量が多い人は地肌に留めようとすると重みで跳ね返ってしまうので、巻きつけた髪の毛にピンで留めていきます。実際にヘアアクセをつけていきます。この感じだとこの上の部分はどうしても出てしまうので隠せられないんですけど、全体的にはなんとなく隠せてるような感じには見えるので、アレンジもおすすめです。暑くなってくると紫外線も出てきて日焼けもしてしまうので、帽子をかぶるとさらにおすすめですよ。ハーフアップにするとここの下の部分を下ろす状態になるので、ここは一番リタッチが目立ちやすい部分になります。なのでハーフアップはやらない方がいいですよ。はい、ということで、またそれをやってるね。はい、お疲れ様でした。
お疲れ様でした。まずリタッチが伸びてる人は、うん、ハーフアップは目立ってしまうので NG です。ここね、ここの部分ね、はい、そうです。ここの部分だけが目立つってことやな。下の部分が特に目立ちやすいっていうのもあるので、うん、ここを出してしまうとよりリタッチが伸びてるのがバレてしまう。なるほどね、はい、なので、うん、全体をこうまとめてあげると、うん、どうしても上の部分は出てしまうんですけど、うん、目立ちにくいアレンジになれる、できるので、はい、こう綺麗にまとめてあげるといいかなと思います。なるほど、はい。あとは、うん、こう帽子です。紫外線も今これから出てくるので、うん、紫外線対策も帽子とかでやってあげるといいかなと思います。結構日焼けするもんね。そうですね、そうですね。で、やっぱりそのなんだろう、頭皮の炎症を起こしたりとか、頭皮のトラブルだったりとかで、まあ、抜け毛だったりとか、老け、かゆみが出てくる可能性もあるので、はい、しっかりとね、まあ、キャップじゃなくてもいいけど、そうです ね、まあ、でも他の帽子をかぶって、はい、皆さんぜひこのアレンジもやってみてください。はい、この動画が良かったらグッドボタンとあとチャンネル登録もよろしくお願いします。お願いします。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイ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 